79.5 Radio Mayhem. Hello, hello, hello. Drive Friday. 皆さんこんばんは。本日金曜日のハロードライブ、ハロドラは道重誠美とアンジュルムの上國料萌とアンジュルムの笠原桃乃の3人でお送りします。この番組では月曜日から金曜日まで夜11時からの1時間、現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが深夜のドライムタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしていきます。はい、はい、ということで、まあ、スタート1ヶ月半目にして初めての組み合わせ。そうですね、はい、ですね、はい、なんかこれまた新鮮でなんかね、だって結構いろんなパターンがあるんですね、この金曜日は。そうですね、はい、4人いるから言ってもまだまだ全然やってない組み合わせあるもん、はい、船木結ぶちゃんとやったことないです、私。2人ともないもん、ね、はい、そうですね。だから全然いろんな組み合わせがあって楽しみですね、今日も、はい、いやー、ちょっと楽しみなんですが、まあ、今日ね、11月17日は将棋の日だそうです、はい、おー、まあ、将棋ちょっと馴染みがあったりとかします？私は生まれて1回もやったことないです。私もそうです、はい、そうだよね、まあ、やる機会ってなかなか、はい、ちょっと親の影響とかがないと自分から将棋しようって思うきっかけって意外とないと思うんですけど、はい、あの道重家にはあのちっちゃい頃から将棋台が、はい、あのお家にあって、すごい、なんかこうおじいちゃんとお兄ちゃんが将棋をやってたりとかしてて、まあ、それを横で見たりとかしてたんですけど、はい、私自身は将棋のその本当の将棋のルールとかよく分かってなくって、 あの山崩しって言って、はい、分かる？なんかあの将棋って箱みたいなのに入ってて、それを一気にガンってその将棋台の上に置いて、はい、でその箱をそーって取るとこう将棋の駒がぐちゃぐちゃぐちゃってなって、それを指一本で、はい、なんかこうカチャって音が鳴ったら負けなんだけど、もう耳を澄ましながら、はい、こうゆっくりそーっと自分の陣地に持ってって、でカチャって音が鳴ったらもう負けで次の人に行って、最後駒が多い人が勝ちっていうゲームをよくやってました。なんかジェンガみたいな感じですね。あ、でもそんな感じ、ほんとそんな感じ、崩れたら負けっていうのを、すごい昔はよくやってましたね。楽しそうですね。そうなんですよ、ちょっとラジオ向きじゃないのでこの空間ではなかなかできないかもしれないんですけど、まあ、よかったらアンジュルムメンバーでね、はいはい、暇な時とかやってみてください、はい、まあ、ということで今日はですね、こんな金曜日このメンバーでお送りしていくので1時間最後までお付き合いください。まず最初のコーナーはこちら、深夜のパジャマ女子トーク。このコーナーは全曜日共通のお題ボックスに入っているテーマをランダムに引き、それをもとに女子トークをしていきます。お題ボックスの中には各曜日のレギュラーメンバーが聞きたい話したいテーマを入れていくシステムです。はい、じゃあ早速、じゃあどっちから引く？じゃあ神子から、私から、はい、お願いします。結構たくさん入ってますね、はい、よし、なんだ、なんだ、ね、なんだろう。お、これはですね、水曜日の担当の尾形春菜さんからのお題で、サンタさんにお願いしたいプレゼント。難しい。そうですね、まあ来月クリスマスってことだから、そうだよね、はい、いいなんか質問だね。そうですね、可愛らしいし夢があってねえ、なんだろう、私、うん、あの上國料萌はあの望遠鏡が欲しいです。望遠鏡、何のために、はい、あの最近すごいこう星が綺麗だなって思うことがあって、うん、なんかロマンチックだね素敵。熊本に住んでた時は、うんうんうん、熊本も綺麗だったんですけど、うんうん、こっちに来て星が見える機会があんまりなくて。そうだよね、意外と見れないよね、はい、東京は。だからまあ望遠鏡があってもこっちで見えるかはわからないんですけど、うんうん、でもその望遠鏡を見てる時に宇宙人とか UFO が撮ったら面白いなと思って。あ、面白い。だからそのなんか私結構 UFO とか信じてる人なので、うんうん、そういうのをこう見たいなっていうふうに思います。夜な夜なずっと望遠鏡で、はい、あ、でもすごい、でもいい望遠鏡欲しいよね、うん、はい、あのそうなんですよ、うん、アンジュルムの相川真帆さんが望遠鏡で結構月の観察をしたりするんですけど、うん、すごいかっこいい。それで一回あの UFO 映ったことあるって。本当に？はい、一回じゃないんですよそれが。何回か見たことあるって言ってたので。どんなんだったって言ってた？わからないんですけど。それはやっぱ教えてる秘密なのかな、やっぱり口が出されてるのかな。そう、私も見てみたいなっていうふうに。いや、でもいいかも、はい、なんかちょっと夢もさらに広がる感じ。確かに。え、カッサは？私はなんか別に特別
なんかこうサンタさんに頼みたいっていうものはないんですけど、しいて言うなら空飛ぶトナカイが欲しい。だってサンタさんから奪いってこと？そうです。サンタさんのサンタさんとなんかこうね一心同体みたいなところあるのに、うん、だからなんかこう昔はおもちゃとかを頼んでたけど、うんうん、今はなんかこう そんなにこれが欲しいサンタさんに頼みたいってものがないので、強いて言うならトナカイが欲しいっていう。トナカイ欲しいんだね。背中になってヒューズ飛んでいきたい。サンタさん今までで一番びっくりするなんかお願い事だろうね。悩んじゃいそうですね。それ悩むよね、はい、トナカイね。しかも空飛ぶだからね、はい、そうですそうです。サンタさんが持ってるものじゃないと無駄だもんね。なるほどね、はい、私もなんかこう特別これが欲しいみたいなのがパッて思いつかなかったたんですけど、はい、なんかでも最近なんかそんなコスメにハマってて、なんかハマってるっていうか、なんかこうしかもどんなハマり方かって言ったら、はい、いろんなものを使ってみたいっていう、なんかすごいここにがこういうこだわりがあってとかチークはみたいなことじゃなくて、なんかいろんなものを使ってみてどれがこう自分の顔に合うんだろうみたいなのを、はい、こういろいろ使ってみるのが楽しくて、はい、これが好きだなとかこれはずっと続けていこうみたいな、もう一回買おうみたいなのをこういやいろいろ試してみるのにちょっとハマってるんで、すごい。なんかそういうのをサンタさんがくれたら嬉しいかな。そうですね、確かに。じゃあ次傘引いてください。はい、引きます。お箱が壊れそうだね。だいぶ勢いあったね。はいはい、はい、お風邪予防にしていることは何かありますか。アンジュルム川村彩乃さん。おー引き強いね。彩乃ちゃんだいぶこの金曜日でね引いてますけど、あるなんか風邪予防。風邪予防、まあでも若いから風邪もそんな引かん、でも引きやすい体質とかもあるしね。私、うん、あの最近っていうか、まあ、先月ぐらいに喉がすっごい痛くなった時があって、うん、その時に調べたらなんか紙のマスクあるじゃないですか、使い捨てマスク、うんうん、それの上にあの何ですっけ、ネックウォーマー、うん、首を温めるといいって言われて、だからそのマスクをつけてネックウォーマーで結構顔の上まで上げて寝るようにしてます。結構こもりそうで暑そうだね。意外と大丈夫なんですよ。あ、そうなんだ。そうなんだ。へー、だからおすすめです。喉に優しそうだもんね、はい、やっぱ乾燥が一番良くないって言うもんね。カッサはなんかある？私はそんなになんかいろいろそういうの知らないんですけど、なんかこう風にちょっとなんですか、かかり気味の時に、うんうんうん、あの私はあの風邪をひいてないって思うように。あ、思い込みね。もうやっぱ心理的なものって多いんですよ人って。だからまだ14歳だよね、はい、だからやっぱすごいね、心理的なものね。大きいから私は絶対に風邪をひいてないって言ったら本当に元気になるんですよ。、うん、風邪をひいてないって今胸叩いたけどね。もう自分に完全に言い返してるんだ。そうです、私はいつもそれで結局元気になってます。あ、でも確かに桃な風邪ひいてるイメージない、うん、あんまり そうなんだ、うん、じゃあもう本当自分に言い聞かせて言い聞かせて、はい、思い込ませてるんだ。そうです。でも案外それが一番大事なのかもね。大事です。んなんか熱測ってさ、こう熱があったらちょっともうだるいもんね。逆に確かに気づいたら、ね、そうそうそう、はい、だから気づかない方がいいのかもね。そうです、熱を測らない。測らなく測らないですね。なるほどね、はい、私はヨーグルトを食べる。あーヨーグルトってやっぱすごい体によくてやっぱ元気になる感じがするから、うん、はい、毎日1個絶対ヨーグルトを食べる。毎日食べるんですか。毎日絶対食べる。飽きないですか。あ、飽きない。あ、すごい。今年の2月からずっと始めてるんだけど、もうずっとその2月のちょっと手前ぐらいに1回なんか喉風邪みたいなのかかっちゃって、でなんかヨーグルトがいいって友達から聞いて、でヨーグルト食べ始めて、その2月からほとんど風邪ひいてない。それはすごい。そうなの、効果が出てますね。そうなの、効果が出てるんですよ。あのヨーグルトは私的にもちょっとおすすめなのでね、彩乃ちゃんに伝えといてね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう一つ私が引きますね。はい、はい、じゃあこれにします。お、だいぶちっちゃく折ってくれてる。はい、じゃあこちら、最近ショックだった出来事、月曜日から宮本かりんちゃんですね。おー、ショックだったこと。ショックだったことなんかあるかな。ショックだったこと、 あった最近ではないですけど、うん、全然いいよ。あのなんかアンジュルムの先輩たちって私を騙すんですよいつも。なんかからかってくるんです。だからみんな結構二十歳近い人で、逆に私はまだ13とか、あ、ね、あ、さっき14になったばかりなんですけど、だからやっぱどうしても子供扱いしてきて、それでなんかみんなで本気になって、なんか
竹内あかりちゃんは、うんうんうん、あの研修生に入る前に、うん、あの家族みんなお金がなくて段ボールに住んでたっていうのを信じたの。私はもうそれを聞いて、はい、本当に言っちゃダメだからって言われて、はい、本当に私と神子くらいはさマジでもうずっと信じてて半年くらい経ってしかもそれだけじゃなくてその時にちょうど竹内さん家のお風呂が壊れて使えなくて、うんうんうん、毎回幼馴染のところで借りてるって言われてて、うん、なんか今でもえそれは本当なの。いやそれは、まあ、でも一時的に本当にあそれは本当なんだ。本当っぽいもんね。それはなんかちょっと、はい、なんかだから今でもそこまでお金があるわけじゃないからそれも修理するのがあれだからとかなんか言うんですよでだからなんかバリバリ財布使ってたりとかああなんかあの男っぽいやつだよね、はい、あの少年が使うようなマジックテープのわかるわかる。本当に半年くらい信じてましたよね。それをだからもうそのあのお金に関する話題には触れちゃダメなんだって2人で本気で思ったんですけど、ね、これはショックでした本当に。それどういうタイミングで気づいたの。えなんかそれでしばらくしててなんかの話題で例えば竹内さんとかダンボール、うん、え信じてたのってなって、そうですね、2人とも信じてましたけどみたいな。本当にすごいです。竹ちゃん走りやってんのかな、それとも、ま、もう先輩たちみんなで周りも協力してましたすあの2人はちょっと騙そうよみたいなことなのかな、はい。ああ、そうだね。そうだね、ショックだったね、なんかでしたずっと信じてね、なんかジュースを凝った方がいいのかなとか考えたでしょ、はい、ああ、そうなんだ、はい、でもよかったね、気づけて、はい、でもまだ気づいてないことがあるのかもね、じゃあ確かにカームとかはその話題も知らないからいつかまた同じように騙されるかもしれない。なるほどね、はい、ありえますね、はい、最近ショックだったことか、私はまあなんかショックっていうかなんかもう目から鱗だったんですけど、はいはい、なんか今までずっとね美容室とかに予約するときにあの例えば2時からなんかまあ4時とか5時ぐらいから予定があるときに、はい、あ何時に終わるかなって自分の中で逆算して、はい、美容室に電話して2時からお願いしますみたいな感じで、はい、あちゃんと4時に終わるといいなみたいなドキドキしながら、うん美容室に行くんだけど、はい、友達が目の前で美容室に電話するときにあすいませんあの4時に終わるように時間を設定してくださいって言ったときになんか私の今までのなんかすごく確かにもうめっちゃショックで、はい、え確かにそんな注文の仕方あるんだみたいな、もう本当に目から鱗 で、ね、えなるほどみたいななんかもう、はい、今まで28年間ずっとそれがストレスでなんかこう美容室でも緊張しながらってことですよね。そうそうそう、なんか仕事の前に行くにしてもなんかじゃあ1時間早めとくかみたいな、あ確かになんかこう予想より早めにしないと怖いなみたいな、美容室も混んでたら結構後回しになれないとかそういうの、はい、結構なんかそういうのがあるからずっとなんかそれがストレスで、で結果時間が余ったりとか、なんかそれがずっと嫌だなって思ってて、でも解決方法なんてないと思ったよもう世の中に、はい、確かにあっけらかんと友達がそれを電話で言っててえちょっと待ってちょっと待ってみたいな、え待ってそんな頼み方いいんだみたいな、あなんかえ全然ずっとこれだけどみたいな感じで友達に言われて、もうそれはショックだった。28年間私確かに無駄になんか緊張してそれはショックだったね。だからもうこの間美容室行った時はもうなんか3時に割れるのお願いしますみたいな早速使いました早速使ったね。もうこんなになんかノンストレスで美容室予約できるんだっていうのはもうびっくりしましたね。はい、ということで、まあ、今回もねいろいろお話ししましたが、来週はどんなお題が入っているのか、来週もここでしか聞けないトークを楽しみにしていてください。以上深夜のパジャマ女子トークのコーナーでした。ハロードライブハロドラ、今週の金曜日は道重聖美とアンジュルムの上国良萌と笠原桃乃の3人でお送りしています。ここからは金曜日限定コーナー、ハロドラ再生ランド。このコーナーでは好きだったのに販売が終了してしまったお菓子や商品、終わってしまった漫画アニメなど再生復活してほしいことを募集しています。はい、それに〇〇再生という共感ポイントをつけていきます。はい、はい、ということで今週も早速紹介していきたいと思います。はい、ではお願いします。はい、まずはこちら、ラジオネームレイルリンクさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。金曜ハロドラメンバーの皆さんこんばんは。こんばんは。ぜひ再生してほしい番組があって、それはハローモニーです。コントがとても面白くて、ゲームコーナーは最高に楽しくて、今こそハローモニーのような番組がハロプロに必要だと思います。セミ先輩はハローモニーに出演したことがありますが、ハローモニーで印象に残っているエピソードはありますか。そうです。ねえ、ハロモニーね、懐かしい。なんかずっとテレビで見てたのに、はい、私も出れるってなった時はもう本当に
嬉しかったな。なんかいやなんだろうな、すごいいろんなことをしたんですよ。もうもちろんコントとかもしたし、あとなんかこう仮面エリちゃんがこうコーナーを持ってて、エリザベスキャメリー、わかる、すごい、なんかそれをこうやってて、でなんかエリが出れない時の代役で私が司会をこうなんかやったこととかがあって、なんかその時のこととかもすごい緊張したのとか、なんか今でも覚えて、中澤裕子さんがいて、もう私本当にその頃もう特になんか何も考えてない、何も考えてないっていうか、まあ、ちょっとあのまだ中学生とか今のアッサーとかぐらいの年齢だと思うんだけど、なんかこうゴールをするみたいな、あのなんかサッカーのゴールあるじゃん、はい、それになんか一言言いながらゴールするみたいな、はい、中澤って呼び捨てしながらゴールしてて、今思うとゾワッとゾワッとっていうか、ゾワッとも失礼だけど、なんかこうドキッとするで、もうなんかやっぱ子供だから何でもありなんだよね。だから緊張してこう気持ちも高ぶってるっていうのもあって、なんか何でも許されるっていう、なんかねそういう時期。中澤さんすごい優しいから、すごく面白くねそれもさらにしてくれて、優しかったし、本当にいろいろしたな。なんかね、あとあれも、あなんか2人好きそうだな、なんかジェットコースターに乗って告知をするっていう、わー怖い苦手。でもジェットコースターは好きです。あ、好きなんだ、はい、なんかジェットコースターに乗りながらその激しい時にこう自分のアンジェルの何日何月何日8倍ですみたいな、楽しそう、楽しそうですね、ね、好きそう、なんかみんなもうなんか想像つくもん、ちょっといや、モモナはジェットコースターひどいです。なんかもうひどい、テンションの上がり具合がもう危険レベルっていうか、危険やばいじゃん、叫ぶだけじゃなくて手をわーって上の方で振り回すんですよ。あ、ギュアって持たずにもう全然いけるんだ、みたいな。私ジェットコースターなかったら遊園地行かないレベルで好きだから、多分告知も落ち着いていけると思います。いや落ち着かないと思う。逆にテンション上がりすぎて告知にならない、新しいパターンかもね。確かにそんなに好きなんだジェットコースター、はい、じゃあもう藤山もう A じゃないか系も平気。はい、多分全然大丈夫だと思います。すごいね、もう、大好きです。大好きなんだ。でもやってみたいですね、それは。いや、アンジュルムメンバーで見たいね。みんなそれぞれ得意そうだもん。確かに、めっちゃ面白そうだもん。みんな面白い。あー、ちょっとアンジュルムメンバーでそのなんかジェットコースターのやつはぜひやってほしい ね。そろそろこう新曲もね、出ることだしね。そうですね、だからね、ぜひね、それでなんかね、いろいろ告知してもらいたいですけど、はい、じゃあこれをね、こう再生、何再生、100再生まででね、はい、丸々再生でポイントをつけたいと思うんですけど、じゃあせーので言いましょう。はい、どうしようかな、決めた？はい、決めましたね。せーの、100! すごい。おー、やっぱその心は？やっぱりもうこういういろんなこの最近の私たちって別にあのバラエティ系のをあんまりやる機会がないんですよ。あ、そっか。でこれすごい面白い番組だからやってみたいっていうのもあるし、やっぱりジェットコースターで告知っていうのはすごいなんか楽しそうだなって思いました。やってほしいもんね、普通に見たいもんね。はい、いやそうですね、なんか本当に今のモーニング娘。とかハロープロジェクトってみんなキャラがねすごい濃くて面白いから、絶対面白い番組になりそうだなって思う。なんかちょっと体張ったりとかしてほしい、はい、ちょっと可愛いアイドルたちがね、はい、体張る姿とか見たいなって思いましたね。じゃあ続いていきたいと思います。はい、続いてはこちら、ラジオネームうまい棒鉛筆味さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。道重さん、アンジュルムの皆さん、こんばんは。こんばんは。僕が心の底から復活してほしいのは iPod です。 iPod ナノ、シャッフル、クラシックなど種類はいくつかありますが、皆さんは持っていましたか？ iPhone で音楽を聴くことはできますが、容量とかバッテリーのことを考えると音楽プレイヤーは別で持っておきたいんですよね。皆さん、音楽はスマホで聴く派ですか？ということです。iPod 持ってた？ iPod Touch は持ってた。私もタッチですね。私 iPod Nano 持ってたな。あ、今は？今はもうなくしちゃいましたね。やっぱそうだよね。スマホ1台で意外と大丈夫だけどね。結構なんか充電もなんかすごい持つようになったっていうか、なんか昔、ね、スマホが出てきたばっかりの時は結構充電が落ちるのがすごい早くて、やっぱ2個持ちじゃないと、はい、ね、音楽聴くのもちょっとすぐなくなる。カッサーなんて音楽めっちゃ聴くんでしょ、だって。あ、そうです、常に聴いてますね。ね、だってイヤホンと体なんか一部みたいなね。そうです言ってたもんね、はい、でも充電はなんか1日でやっぱなくなっちゃう、音楽すごい聴くとね。あ、でも確かにあの
いやでもなんか本当に今の多分技術がすごいからイヤホンでずっと音楽流しっぱなしに間違えて聞いてなくてそのまま置いてしちゃっぱなしにしてても結構全然減ってなかったり、普通にもう1台で私は済ませられますね。わかります、私もそうなんだよなでもなんか2台あるとなんかこう逆にちょっと不安だしね、なんかどっちがどっちなのか分かんなくなってなんかちょっと1個なくしそうじゃない。確かに、でも結局なんか昔はそう2台あったから充電器を持ち歩かなくてよかったけど結局充電器は持ち歩くみたいな。充電器持ち歩いてますよ、ね、だから結局何か1個は持ち歩くことになっちゃうんだよね。だから難しいとこですけどね。確かに。じゃあ100再生中何再生で言うか、せーので言いましょうか。はい、せーの21 カッサーが50ですね。私は30です。神子は30、私は21 21 だいぶ低くなる。なんか 21% とかになってくるとちょっと悲しくない？なんかそれ思ってなんかわかる、まあ、20% まで言ったら余計悲しいけど 21% ならちょっと悲しいみたいな時ない？わかる1% だとちょっとって感じです。あ、そうか、ちょっと分かってもらえなかったか悔しいはい、ということで、ちょっと私もちょっと何言ってるのか自分でも分かんなくなっちゃったんですけど、あ、じゃあ平均したら35再生ということね。はい、はい、ちょっとすいません、ね、はい、ということで、まあ、いろいろ紹介したんですけど、皆さんこれからも再生復活してほしいことがあったらじゃんじゃん送ってきてください。そしてここでは皆さんから私たちにやってもらいたい内容も募集しています。すべての宛先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp までお願いします。このコーナーでは東海地区をはじめ全国全世界のドラえ場所やドラえ名物の情報を送っていただいています。採用された方には社員ポイントを授与、ポイントが貯まれば平社員から5ポイント刻みで係長課長へと昇格していきます。では早速紹介お願いします。はい、ペンネームジョニオダジョニオさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ハロドラ探偵社の皆さんこんばんは。こんばんは。今回は我が地元滋賀県長浜市の最強 B 級グルメを紹介します。それはサバそうめん。長浜駅から歩いて3分くらいのところにあるよかろうというお店なのですが、連日このサバそうめんを求めて行列ができています。そうめんは普通はおつゆにつけて食べると思いますが、サバそうめんはだし汁がありません。そうめんにはサバを煮込んだ煮汁で味を染み込ませてあるため、そのままでも絶品。そして上に乗っている肉厚の焼きサバ、醤油ベースのタレで煮込んだサバを焼いたもので、まあ美味しい。ご飯のおかずにしても間違いなく最高でしょう。お店も昔ながらの佇まいで情緒たっぷり。ぜひわざわざ滋賀まで食べに来てくださいって。わざわざってウケるなっていうか店構えすごい味ある。本当に昔ながら、ね、そうですね、めっちゃ和を感じますね。すなんか素敵だね。150年。おーすごい、150年か、すごいですね。すごいね。いやでもサバそうめんってなんか想像つかないですね、この説明だけじゃ。なんかイメージ、すごい、写真出てきましたけど本当にそうめんの上にサバがそのままどんどんってなるよね。なんか想像以上にもうちょっと汁があるのかと思ってました。わかるわかる、シュッと。しかもこれもう想像以上に名前のそのまんまみたいな。そうですね、サバそうめん。いや本当それ以外のネーミングないもんね、これに関して。でも美味しそう。味があんまり想像できないです。わかる、サバの煮汁ねえ、とはって感じだよね。だってサバ味噌煮込みでもないんだもんね。そうですね、でも一応煮込んでくれてるんだもんね。どうな、でもさ、そうめんにすごい味がついてそうだね。ついてそう、絡んでる感じ、色が。だってもうそうめんって白なのにこれもうなんか中華麺みたいな、なんか白いのね。なんかもう茶色いもんね。美味しそうだな、はい、なんかサバもね柔らかそうだし、うん、店も素敵だし、どうしよう。じゃあ今回のポイント、わざわざ食べに来てくださいということですけど、わざわざ相当おすすめしてます ね行く価値ありそうですけど、はい、じゃあポイントどうしましょうか。せーので言いましょう。はい、せーの3。おお、神子が3、私が4ですね。あ、ごめんごめん、神子が4で、はい、カッサーと私が3。はい、じゃあ3ポイントです。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ということで、まあ、こんな感じで皆さんからの全国世界のドラAネタをお待ちしております。情報の宛先は hello@radio-neo.jp
hello@radio-neo.jp まで。以上、こちらハロドラ探偵シャツアワールドでした。ハロードライブハロドラ、今週の金曜日は道重さゆみとアンジュルム上国良萌と笠原桃奈の3人でお送りしています。続いてはふつおたのコーナーです。ここでは皆さんからの質問や応援メッセージ、日常で気になったことなど普通のメッセージを紹介していきたいと思います。では早速紹介お願いします。はい、ラジオネーム道重一筋重の龍さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。金曜日の皆さん、夜だけどオーハーオーハ ー, ー, ハー先日カントリーガールズ山木りさちゃんのブログを見たら、セイミンからバースデープレゼントでもらったパジャマを山スタグラムとして載せてました。セイミンがあのパジャマを選んだ理由を教えてくださいだそうです。おー、ありがとうございます。え、なんか山木りさちゃんがね、こう、あー、かわいい、かわいいですね。あ、かわいい。そう、クマさんのねパジャマ、これワンピースになってて、はい、結構丈も長めのやつで、なんかこう家部屋着ってさ、なんかもう すごいてかすごいよね。主人公今見たんですけど、クオリティ高くない？このハッシュタグの部分まで自分で書いてるんです。そうなの、うまいよねすごい凝ってますね。めちゃくちゃすごいなと思ったいや、これは本当にすごい。しかもこの文章とかも、私が山木ちゃんからもらった誕生日プレゼント載せた時のことをちょっともじって、はい、こう文章もやってくれてて、もうなんかもうすごい愛を感じためちゃめちゃ好きですよ ね本当すごい嬉しいなって思うんですけど、なんかそのパジャマってこう、なんかこう1枚でバーって着れたらすごい楽だなと思って、確かに。そうだからこう上下に分かれてるこのクマさんのもあったんですけど、はい、こう1枚で着れるやつにしようと思って1枚にして、でなんかあの山木ちゃんのメンバーカラーがライムで、あ、ちょっと黄緑っぽい感じの色だから、はい、そのクマさんの服がちょっと黄緑とかライムカラーを着てたから、 あ山木ちゃんっぽいと思って、すごい。そう、普通に私も欲しいぐらいめっちゃ可愛くて、本当にそうなんですよ。なんか喜んでもらえて着てくれてたからよかったなって。絶対こんなに考えて選んでもくださってて、すごい嬉しいと思います。もう本当悩んだね、やっぱ何が好きなんだろうと思ってブログにもう幸せ感がたっぷり詰め込まれてる幸せとか、なんかこれを見たら私も幸せになってこんなになんかプレゼント喜んでもらえたんであげがいあるもんねありがとう山木ちゃんはい、じゃあ続いて読みましょうか。はい、続いてのメッセージはこちら、ラジオネームししまるさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。道重さん、アンジュルムの皆さん、こんばんは。こんばんは。道重さんはアニメ変形少女のアリサ役に挑戦されたそうですね。以前にはゲームのキャラクターボイスにも挑戦していました。そこで質問です。声優の難しいところや楽しいところ、印象的なエピソードがあったら教えてください。またアンジュルムの皆さんは声優をするならどんな役に挑戦してみたいですか、ってことです。そうなんですよ、まあ、あの声優やらせていただいたんですけど、はい、このアリサちゃんがこうなんかすごいちょっと元気で活発で結構リーダーシップが取れる女の子だったんですよ。でなんか私はどちらかといえば結構優柔不断な部分とかもあるから大丈夫かなと思ったんですけど、結構言い回しとかもすごいこういろいろ気をつけながら、自分的にこう、アリサちゃんのこうキャラを想像しながらこう やらせていただいたんですよ。でこれなんですけど、アリサちゃんこの子ちょっと片手でウサちゃんピースちょっとやってるかなみたいな多分ウサちゃんピースじゃないかもしれないけど、この子の声をやらせていただいたんですけど、はい、でも別に声は変えてないんですよね。こういなんか言い方とかちょっとこういうキャラかなみたいな感じはちょっと自分の中でできてるかわかんないんですけど、一応意識してたけど、はい、声自体は別にいろんな声を持ってるわけじゃないから変えれなかったんですけど、これをなんか声優さんはもういろんなことを気をつけて声まで変えてるって本当にすごいなって思いました。結構本当にいろんなことを考えながら自分的に やって、まあこう聞いてる方にはどう思われたかわかんないんですけど、自分的には気をつけたつもりなんですけど、それを声まで変えるって難しいですよね。いや本当にすごいなって、改めて声優さんってすごいなって思いましたね。私たちあのさっき道重さんの声優されてる変形少女ちょっと見たんですけど、はい、ありがとうございます。すごいですね、なんか、うん、なんかもうちょっと可愛いキャラクターを出てるのかと思ったら本当に元気なキャラクター。そうなの、そして変形するの、変形してますね、うん、めっちゃ変形、思ったより変形して、そうなの、ガチャン想像以上の変形でしょすごいね、斬新なアニメだよねそうなんですよ。2人はなんかこうやってみたいキャラとか、はい、なんかありますか？でも声優さんってすごい難しいですよね。私は戦闘系の
戦闘系のなんか本当にもうすごい能力を持った人をやってみたいです。持ってそうだもんね、すでに数々あるなんかいろんな能力もうなんかちょっとそういうなんか中二病的なアニメのキャラクターをやってみたい中二病的なアニメの、はい、そうなんだ、はい、あ、じゃあでもやっぱ年は自分ぐらいのって感じ、なんかちょっと年上っていうよりはあ、まあ、中学生ぐらい。そうですね、ちょっとやってみたいです。やってみたいです、はい、なるほどね、かみこは私は、うん、結構でもそういうのじゃなくて、いたって普通のなんか学生もののとか、 あとあのメジャーとかなんかそういうメジャーあの野球のアニメがあるんですけど、そういう普通の人のっていうか、普通の女の子、女の子とかもうそういう普通のをやってみたいです。できそう。しかもなんかもうそれをそのまま実写にしてなんかもう制服とか着て、いやー絶対いや、カッサーにもだよ、カッサーにもやってほしい、二人にやってほしい、絶対変な役みたいな。なんで、なんですごいなんか2人とも絶対似合うから、うん、ぜひね、なんかそういうのやってみてほしいなって思いましたね、はい、ということでこのコーナーでは皆さんからどんなことでもいいのでメッセージお待ちしております。宛先はハローアットマークレディオハイフンネオドット JP、 HELLO アットマークレディオハイフンネオドット JP まで。夜11時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろお別れの時間です。さあ今日の放送はお二人どうでしたか？とってもノリノリのカッサ、はい、音楽がかかるとねもうね乗っちゃうもんね、うん、はい、どうでしたか？ももなすごいおとなしかったなって思いました、うん、え、そうなの？普段違うの？本当にめちゃめちゃおとなしかったです。え、なんで出してくれないの？そうですか、そんなにおとなしくないんですよこの今の感じが常にって感じなんですよ、ね、なんでなんでなんで、え、自分で全くわかんないんですけど、ももなはなんか緊張してるなって思いました。私ももちろん緊張するんですけど、そりゃ緊張しない方がおかしいですなんで客客切れみたいな急に切れたね、え、そうなの？なんか急に資料見始めたけどどうしたの？話したいこと、なんか話足りないこととかあった？そうですね、あ、なんか感想を言う、あ、なるほどね、見返してました。あ、なんか今日あったことを見返したのね、はい、そうですね、うん、私は、はい、最近アンジュルムで富士急に行ってみたいってちょうど言ってたんですよ。なのでハロモニーをぜひ復活して、復活したいね、アンジュルムでもう富士急で面白いことをしたり、いろんなことに挑戦していきたいと。コントとかもやってみたい。あ、もうそれは海賊亮さんが頑張ってちょっと顔に落書きとか大丈夫？顔に落書きとか全然平気？それはまあ勝手頑張りますからな気合十分ですね、はい、ということでね、あ、なんかでもカッサが静かっていうのはね、ちょっとね、これからどんどんもっと殻を破っていってほしいな、はい、え、じゃあカッサから見たカミコはどう？いつも通り？ちょっと違う？なんかあのカミコクリョウさんはすごくコミュニケーション能力が高い、うん、だから緊張、私はいつも一緒にいるから、うんうんうん、なんとなく緊張してるのは分かるんですけど、うん、多分こうちょこちょこ間にそうですよねって入れるのが上手いから、多分そういう風に見えないんだろうなっていう羨ましさがちょっとねバーってなりましたバーってなったの？バーってなる最後の言い方ちょっとよく分かってないけどまあなんかちょっと2人がねすごい仲良さそうで覚えましかったねはい、ということでこの番組ではツイッターで番組に関するツイートもお待ちしております。ハッシュタグハロドラをつけてツイートしていただけたら私たちが漏れなくチェックしますのでよろしくお願いいたします。そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください。レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。ここでアンジュルムからのお知らせです。アンジュルムライブツアー2017秋ブラック&ホワイトで全国を回っております。イエーイ全国ちょっと横揺れしたのいろんなところ回って回らせていただくので、ぜひお近くに行った際にはぜひお越しください。そしてですね、なんとなんとロッキングオンプレゼンツ、うん、カウントダウンジャパン17-18にアンジュルムの出演が決定しました。イエーイ、かわいい。12月29日幕張メッセ国際展示場にて開催されます。こちらもすごく嬉しいことなのでですね、アンジュルムのパワーをいろんな方に見ていただけるように頑張りたいなと思います、はい、そして来年ハロープロジェクト 20th アニバーサリーハロープロジェクト2018ウィンターパーフェクトスコアフルスコア2パターンで行います、こちらはですね、たくさんのハロープロジェクトメンバーで行わせていただく毎年恒例のコンサートになるので、
ぜひ20周年ということでお越しください。はい、詳しくは公式ホームページをご覧ください。よろしくお願いします。すごい、どうしよう、壊れないんだけど。え、もう全編この告知通してビデオ回してほしかった。確かに、ちょっとテンパりすぎちゃいましたけど。めっちゃ可愛かったね、面白い先輩が。はい、よろしくお願いします。本当に癒されました、ありがとうね。はい、ということで来週月曜日は鈴木愛理ちゃんとジュースジュースの宮本かりんちゃんのお二人がお送りいたします。来週も夜11時から絶対にチェックしてくださいね。それではハロードライブ花ドラ金曜日、ここまでは道重さゆみとアンジュルムの上國料萌と笠原桃奈の3人でお送りしました。それでは皆さん、Have a nice weekend!